議の国、いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていた。そんなアリスは森の奥、罪人用に閉じ込められて、森にできた道以外に彼女の性を知るすべはなし。2番目アリスはおとなしく歌を歌うね、不思議の国、いろんな音をあふれさせて狂った世界を生み出した。そんなアリスはバラの花、イカれた男に撃ち殺されて、バカな花を一輪咲かせ、みんなにめだられ枯れてゆく。三番目アリスは幼い子、奇形姿で不思議の国、いろんな人を溢れさせて、おかしな苦悩を敷いていた。そんなアリスは国の女王、秘密な夢に取り憑かれて、口ゆからバラの木の下でお茶会、お城柄の招待状はハートのトランプ。四番目アリスは双子の子、好奇心から不思議の国、いろんな扉をくぐり抜けて、つい先やってきたばかり。気の強い姉と賢い弟、一番アリスに近かったけれど、二人の夢は覚めないまま、不思議の国をさまようた。